まあ、せっかくジャガールクルトのリベルソをやるので、じゃあ機械もこれでちょっと本に書いてあるから本見りゃいいんだろうということですけど、まあ、機械もやろうと思いまして、一応ですね、このターバンの入っている、最初のファーストモデルですね、これがキャリバー064っていうんですね、あのターバンですね、これあのジャガールクルトじゃありませんね。でこれこの本全部こう出てるんですけど、34年はないね。まあだからそれで見ればわかりますけど、こう2代目3代目以降はジャガールクルトの、あの有名なキャリバーですね、キャリバー11、これが入ってますね。これも今でいう、もうめちゃくちゃもう小さいモデルですよね。一番小さいジャガールクルトですね。もうクラシックとかいうような。まあこれもそう、42年がキャリバー11とか。もうこの本はですね、かなりよくできてまして、あの、年代ごとのジャガールクルトのこう、全部出ちゃってるんですね。ですからまあ自分のモデルが歴代でどれぐらいのものなのかっていうのもこれで分かっちゃうんですけれども。で、まあ、これでいくと、まあ、70、60年、61年、まあ、こんな感じのジャガールクルトのリベルソですよね。これで62年から72年まで。で、この辺に行くと、76年、あ、68年、で、81年。もう全部出てるんですよね。これが67年か80年ぐらいですかね。このモデルですね。これが、さっき私が見せた金木のモデルですけど、キャリバー601が入っている、82年製ですね。82年製のジャガールクルトです。あれがこれ復刻になるわけですけど。じゃあまあ実際に、機械も見てみましょうということで、さっきのジャガールクルトですね。これが、11ですね。キャリバー11ですね。まあ、角型のジャガールクルトの名作キャリバーですよね。で、これが、同じく、そのジャガールクルトの今は入ってるやつですけど、こんなちっちゃいキャリバーが入ってますね。今のジャガールクルトのリベルソクラシックですね。には、ちっちゃいキャリバー入ってます。で、これが、846ですか。846が入ってます。まあ、リバーシブルになったら854になったり、まあ、いろいろするんですけど、あと、ビッグリベルソになると965になりますけれども、まあ、これはまあ、ジャガールクルトの初期モデルと同じケースを、ちょっと集めてたので、こういう風になってます。